助産師久子です。分娩中お産の時に息んだらうんちが出ちゃったって、これってあるあるなんですよ。私助産師なんで、息んでる時にああ出てるわ、今出てる、ああめっちゃうんち出てる、あすいませんって心の中で思うけど、別にそれを別に言わないんですけど、これ知らない一般の妊婦さんたちみんなで自己申告するんですよ。お産のね最中にねうんちが出た時に、すいません助産師さんうんちが、あごめんなさい、もうちょっと何ちゅうねんって、ここに旦那さんたちやってんのに黙ってしれっとうんちしてくれたら、それ私たちさささっと処理して誰も何も分からへんようにすんのに、わざわざ言うな自分で、黙っとけって思いながらいつもねお産介助してたんですけどねなのでもしお産の時にうんちが出ても、そんなん助産師何にも気にせえへんし、匂いもせえへんようにパッと処理するから、自己申告しないでしれっと産んでくださいね、うんち。